感じるぞ。なんかある。何かしら。この雰囲気、セーフルームがある気がする。安心ね。どうすれば。そうだな。じゃあ、行くか。だでは。ちょ、やばいよ。待て。
うね。うん、それで行こう。この雰囲気、セーフルームがある気がする。あら、ここは安全そうね。どうすれば。うん、だですね。さあ、探索を再開しましょう。それじゃあ行こう。暴いてやる。暗殺の無視に怖くないよ。いけるか。イカンの神門を進出。さすがジョーカー。さあ、次に行きましょう。さすが。よし。あれ、楽勝すぎた。貸してくれ。
ってるみたい。他の道を探すしかないね。暴いてやる。うん、悪いやつだね。悪くないな。こっち見ろ。来い、ビクマンの神言を信じて。さあ、次に行きましょう。オッケー、先を急ごう。一歩前進だ。さて、楽な戦いだったわ。ジョーカー、行きましょうか。正体を見せろ。さて、あら、大したことなかった。正体を見せろ。俺をどうするつもりだ。お見通しだ。何かしてくるかも。行くぞ、すべて話してやる。うわ、すごい。出てよかったね。オッケー、先を急ごう。さて、ちょっと物足りないかな。宝箱だぞ。シャドウ、やばいやつだ。シャドウ発見。暴いてやる。不意打ち成功。これで負けたらどうしないからな。終わった。みんなお疲れ様。さて、完勝ね。このまま進みましょう。よし、さて、
正体を見せろ。お見通しだ。これで負けたら承知しないからな。ヘルスラッシュ。さすがジョーカー。体勢を整えたらみんなお疲れさんだ。余裕すぎ、ハゴたち。暴いてやる。このぐらい楽勝だよ。暴いてやる。感覚を忘れないようにね。さてこの やった。そのいいぞ。無理無理。ちょっとそうだな。ねえ、
じゃあ行くか。おっし、到着。ねえ、前方にシャドウよ、注意して。前方にシャドウよ、注意して。暴いてやる。こっちが有利だ。焦るなよ。ビッグマンの神言を信じて。敵殲滅、さすがジョーカー。大勝利、イエーイ。みんなお疲れさんだ。力の差が実感できる戦いだったわね。シャドウがいる。気をつけて。正体を見せろ。そういうシステム。これで負けたらどうしようかな。終わった終わった。みんなお疲れ様。よし。完勝ね。このまま進みましょう。なあ、あのね、すげえな。あれが例の IT 社長か。私、行ってくる。一人で？みんなで行くと警戒されるし、それに IT 社長とか私の出番っぽいし。任せてみる？心配ない。まるで初めてのお使いだな。タフなミッションになりそうだ。なこと言う余裕があるんだし、いけんじゃね。危なくなったら大声出すんだよ。なんだ誰だよ。お邪魔します。その格好っていうか、なんで窓から。だって鍵かけて出てこないんじゃ窓しかなくね。あ、でも気持ちはわかる。自分のお部屋最強だよな。女の子？
IT の人だよね。話合いそうな空気あるな。そもそも君は誰？ん？そのマシンは君の？気になる？自作したの。こりゃすごい。モバイル機種でここまでやるとは。ベンチマークとかやばい数字出るよこれ。まあ普段は手強いとこ暗くする時のサブプロセッサーにしてるやつだけど。クラック？サイバー攻撃という意味で言ってるのか？メジエドって知ってるか？そりゃもちろん。聞いて驚くな。いや驚け。私がメジエド本人だ。偽物を退治したのは私だ。え？信じてないな。ほらこれが証拠。これあん時のプロジェクトサーバーの。全部特定したのか。私の腕が欲しければ紹介状をくれ。なんてこった。我々の用意したサイトがこんな子供に潰されたとは。え、社長さんが用意？そうだよ。だがどうして潰したんだ？だって私は買いと単純にメジエドの名が勝手に使われて許せなかっただけだ。なんで怪盗団にメジエドを仕向けた？メジエドを選んだことに大した理由はない。名が知れてたし都合は良かっただけさ。怪盗団は匿名の相手は狙えないって分かっていたからね。そんな理由。自作自演で倒されるはずが本当に潰されて、私も明智くんもあの時ばかりは驚いたよ。まあもともと畳む予定だったから計画に大きな破綻は起きなかったけどね。おかげで怪盗団はぬか喜びとも知らずにひとときの絶頂を堪能したんじゃないかな。ネットなんて悪用してなんぼだろ。いや悪用なんて言葉自体当てはまらない。法律が想定もしてないイノベーションこそネット活用の本質であり醍醐味。お前てか君もメジエドならわかると思うけどさ、情弱どもが踊らされんの見るのはぶっちゃけ楽しくね。三流だな。あ？スキルも三流だが人としても三流以下の匂いがプンプンするぜ。一緒にすんなよ。私はな、世直しするんだ。急にくだらないことを言い出したな。まさかサイトを潰したのも世直しか？そうだ。なんたって怪盗団だからな。なんだと？弱いやついたぶってイノベーションとか、さすが三流様は言うことが違うな。やっぱ根っこの指導から番しなきゃダメだな。紹介状渡してもらうぞ。誰が渡すか。まずはパソコン勝負な。あ？寝言言うなガキ。この手で楽にしてやる。みんな結局こうなるのね。まあ持ってることさえ確かめちまえばこれが一番手っ取り早いぜ。やってやる。全て晴らしてやる。セレソナ食らいなさい。外した。私も忙しいんですけど。ミラディ敵だ。ノーム、もっと出るぞ。惑わせミラディ。ガチだかんね。はっ、ちょ、マジで？ペルソナ今なら殴れるけど。なら力の差を分からせる。さすがクイーンだな。今はそいつと話してもダメだって。やってやる。ボコボコにした。
この技早く使いたいものだな。よし、紹介状。偽メジエド以外にもなんか悪いことしただろう。一番秘密のこと教えろ。認知科学の研究だ。いえ、何した。研究結果のデータを抜いた後、表向きは全部削除した。それを暗号化し、極秘データとして一般人がアクセスできない領域に置いた。勘違いしないでくれ。私は廃人化については知らない。シド、何の研究をしてやがんだ。悪用させるか。どのメディアもシド総理に太鼓判ですね。国民の期待もますます高まってるようです。ここまで来られたのもお前のおかげだよ。まさに二人三脚だったな。光栄です。そこで一つ頼みがあるんだわ。何でしょうか。廃人化ビジネスの乗客たちだが、お前の不審だと思うやつをまとめて始末してくれないか。今このタイミングでですか。そうだ、早ければ早いほどよい。どうして急に。何かあったんですか。いや、何もない。ただことが起きてからでも遅いだろう。ナーバスになるお気持ちは分かりますが、焦らず選挙後でもいいのでは。総理就任前にゴミはきれいに片付けておきたいのだよ。完全なる勝利のために不安の芽は全部摘み取っておく。不安って、今までそんなこと一度も。指導さん、あの、私に歯向かうことの意味分かっているのだろうな。お前は私の言う通り動けばいい。頼んだぞ。突然すぎる。まさか。の神言を信じる。セルソナ、覚悟しなさい。なんてこったい。そのセルソナ似合ってないよ。どう？脳内クイーンのダウン。
指導の石か。後のも探してみようぜ。研ぎ澄ませ。もしもし。